本が出ますと。本が出ます。はい。はい、参政党の、はい、ボードメンバー5人で作った本が発売されると、はい。どういうことを方向性として考えているのかっていうのを皆さんに知ってもらわないといけないと思っていて、まあ、まずその政策をこれから党員の方々がまとめていっていただくんですけど、うん、その土台となる部分の議論がまあ全部載っていると。うん、CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀田壮平です。講師は茂木先生です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。茂木です。お願いします。まあ、前回が今年1本目ということでですね、はい、まあ、いろんな名前は避けて、はい、近況を語っていただきましたけども、まあ、その結論としてですね、まあ、ちょっとテレビを捨てて街に出ようみたいな話で今年の方針決めたんですが、はい、まあ、とは言ってもですね、いろいろなことを考えていかないといけないのは我々人間ですから、うん、その時に前回ちょっと僕菅原道真さんの名前なんかも出したんですけど、はい、こう過去に学ぶというかですね、うん、もう一回今だからこそ、うん、この近年、まあ、30年ぐらいですかね、うん、を振り返って、うん、もう一回ちょっと自分たちのこの世界の流れっていうのをですね、考えてみましょうかということで、うん、今日から数回にわたってちょっとお話聞いていきたいなと思っております。30年前は神谷さんは何をされてましたか？30年前僕は学生ですよね、まだ、うん、はい、うん、中学生ぐらいですよ。30年だったら、うん、はい、僕は大学を出たくらいかな、うん、はい、で、あの時は非常にあの世界がシンプルで、でその共産主義対自由主義というですね、はい、うん、で、まあ、共産主義悪い国独裁、はい、人権抑圧、天安門事件みたいな、はい、うん、で自由主義アメリカいい国みたいな、はい、だからアメリカについていこうみたいな、ね、はい、こういうなん で、まあ、日本はその親米保守、はい、自民党ということだったんですが、その、悪い国のソビエト連邦、ロシアですね、それが崩壊してしまってでですね、はい、で中国はなんか悪い子だけどもいい子のふりしてきてですね、はい、改革開放政策とか言って、うん、なんか中国は変わったみたいな、うん、そんな風潮でしたよね。経済は自由にしますみたいな感じ、うんうん、それでいやじゃあ天安門は何なんだって、いやでも天安門は、まあ、あれはあれで置いといて、うん、でまあ、経済は自由なんで、これから多分いい子になりますって思わせたんだよ、ですよ、はい、いやそう思いますよ。すま、僕だから、はい、今ふと高校時代って思い出した、はいはいはい、大学1年で何で思ったかっていうと、はい、アメリカが世界一番いい国だと思ったんですよ、はい、そうそうそう、でアメリカに行きたい、だから英語勉強してたし、そうそうそう、でもこれから中国が来るってみんなに言われたんで、うんうん、で第二外国は中国を選んでたんですよ、はい、そんな学生でした。そうですね、はい、そうですね、うん、でそれがなんかあれいつ頃から中国って変わったのかと考えてくると、やっぱり2000年代入ってからですよね。そうですね、うん、もうやっぱり習近平さんからだと思いますけどね、うんうん、だって温家宝さんとかの頃はまだそんなね、うん、詰め出してなかったじゃないですか、まあ、反日デモはやってましたけどね、あの小泉靖国反対みたいな、はい、日本のスーパーを襲っちゃうとか、そうですね、うん、はい、あとほら尖閣に怪しげな漁船が来てぶつかってきたのは、はい、あれ胡錦涛政権ですかね。あ、そうかそうかそうか、うんうんうん、だから、まあ、やってることはあまり変わらないんだけども、まあ、今よりはうまくやってたっていうか、はい、ニコニコしながら足で蹴るみたいな、そうですねやってたんで、はい、うん、そしてそのあの頃よく言われた言葉っていうのは、もうそのいわゆる先進国 当時は A とか、はい、今の G7 はもう終わりで、うん、これからは G2 だって言って、はい、でアメリカとチャイナが、はい、世界を引っ張っていくみたいな、うんうん、だからオバマ政権っていうのは非常にその対中国融和的だったんですよね、はい、前半は ね、はい、うん、はい、あその前もありますよ、ブッシュの息子もそうですよね。ブッシュの息子は、うん、イスラム過激派は叩いてましたけども、はい、中国に甘かったですよね、うん、まあなんか揉めたって記憶はないですね、うん、中東ばっかやってましたよね。そう、はい、でその
イラク戦争とか やるじゃないですか、はい、あのブッシュの息子が、うん、あの怪しげな戦争を、はい、そうするとあのチャイナはですね、胡錦涛はですね、いやあの対テロ戦争いいですねとか言ってね、うん、我が国にもいるのでテロリストが、はい、あのウイグルの、はい、ね、あのあいつらはテロリストなんで取り締まりますなんて言ってですね、うんうん、それでブッシュはなんかニコニコしてですね、はい、やってたんですよね、うんうん、なんかその頃のことをやっぱ思い出すと、もうロシアっていうかソビエトがなくなって脅威がなくなったと、うんうん、で中国とアメリカもまあそれをうまくやって経済が発展してると、うんうん、でなんかもうそういうのに取り残されて、なんか搾取されてる中東の一部のこう跳ね返りが最後暴れてるから、うんうん、なんかここを鎮圧すれば、うん、それこそ秀吉じゃないですけど天下平定だみたいな、そう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 、なんかそんなイメージ持たされてましたよね、そうですね、はい、当時は、うんうん、はい、で考えてみたらあのブッシュの親父ってもともと北京にいたんですよね、あの人ね。そうなんですか。そうですよ、はい、うん、あの北京、あのアメリカ大使館にいたんですよ、北京の。あ、そうなんだ。からもう、はい、実はブッシュ家っていうのは共和党だけどももうチャイナズブズブだったんですよね。あ、そうですか。はいはいはい。そうか、え、アメリカではない、うん、北京で何をしてたんですか、うん、だからそのあの人はだってもともとから CIA の人でしょ、はい、ブッシュの親父っていうのは、はい、で CIA っていうのはあのソビエトが監視対象であって、うん、で冷戦の末期にニクソンが北京に行ってからは米中が手を組んでソ連に対抗しようっていうことだったので、はい、だから CIA っていうのは実は中国の情報機関ともうこうだったんですよ、うん、あの頃から、うんうん、そういう仕事を してたしてきた、はい、うん、そういうことですよ、うん、ブッシュ家っていうのは、はい、うん、だから、あと、あ、もう一つそのちょっと冷戦が終わったその90年代にマネー経済ってのが始まって、はい、でそのほらあのデリバティブってやつですよね、はい、つまり元手がないのに、うん、テコの原理で100倍1000倍の利益を上げるってやつで、はい、それでいわゆるそのハゲタカファンドってやつがいっぱい出てきて、はい、これはあの以前やったウンジソロス のシリーズ見てください、はい、ウンジソロスがその代表的なんですけども、うんうん、でああいうその巨大なマネーを動かせる途上国の、ね、国家予算ぐらい簡単にこう動かせるぐらいなビッグマネーを持っている人たちが現れて、うん、で彼らは当然、世界中に投資したいからグローバリストで、はい、うん、でもともと移民受け入れ大先生の民主党とぴったり合っちゃったんで、うんうん、でそれが結びついていったのが90年代ですね、はい、うんうん、だから、そのグロー冷戦が終わって自由になった、そうなんだけどもと同時に実はグローバリストの時代が始まったと、はい、僕は見てますよ、ね、なるほど、はい、うんうんうん、なのでそれはね共和党と民主党が関係ないんですよ、はい、うん、クリントン民主党、ブッシュ息子共和党、オバマ民主党でもみんなグローバリストだったんですよね、うんうん、まあ、だから戦いなんかがあるとね、やっぱりみんなどうしても日本人もそうですけど、うん、愛国心が出てきて、やっぱり自分たちの国守らなきゃっていうことで、うん、まあ、こうナショナリストの人たちの力が強まりますけど、なんか平和になってくると、うん、まあ、もう経済だと、うん、自由貿易だと、うん、なってくると、まあ、グローバリストと言われるような人たちが、うん、まあ力を持つというか支持を集めるというふうな流れはあったでしょうね、うんうん、それは今感じてますね。でその間に日本が挟まっているので、当然日本もそのグローバリスト政権になっていくんですよね、はい、あの時代に。でもうそこに乗り遅れるなっていうようなことで、うん、いろいろねやった結果、うん、かえって貧しくなっちゃったっていう。でいわゆる、構造改革に始まってですね、はいはい、でそれに小泉竹中路線が乗っかってきてですね、はい、で何でもかんでも見えくってなってですね、うんうん、でほら終身雇用制が完全に崩壊しますよね、はい、うんうん、で非正規雇用増えますよね、はい、でこうなりますね、うんうん、で結局日本は古いんだと、規制があってダメなんだと、うん、だからもうこれからのそういった新しい世界経済に乗っていくためには、うん、もうどんどんそういうのを自由化していかないと、うん、まずいよねというような形の風潮がありましたよね、うんうん、まあ、それ自体は自由化じゃないよっていう人もいて、新しいね規制を作っただけだよっていう人もいるから、まあ、そういう見方もあるなとは思うんですけど、うん、でもなんかこう風潮はそうだったというふうに思いますね、うんうん、なんかグローバリズムっていいことっていうふうに僕ら刷り込まれてますよね、うんうん、当時は刷り込まれました。今でも
学校僕はあの歴史を教えてるんですけども、その、はい、歴史教育に言ってもそのこれからのグローバリズム社会にあの生きる子どもたちを育てようみたいな、そういう、はい、あのあれなんですよ、はい、コンセプトなんですよ、はい、そう、うん、あそうか、うん、なるほど、もう題目になっちゃうわけですね。グローバリズムってこういう弊害が起こってますよじゃなくて、はい、もっと日本をオープンにして外国人受け入れてグローバルにしましょう、そういう子どもたちを作りましょうっていう、そういうことなんですよ。なるほど、うん、まあ、でもそうかもしれない。僕はもう最近そういうグローバリズムとかグローバリゼーションはあれかな、まあでもグローバリストとかいう言葉が、うん、あの観念として入ってくるまでは、うん、僕も無警戒で使ってましたもん、うん、そういう言葉を、うん、だからよくネットで叩かれてましたもん、うん、そういう言葉を使うなってですね、うんうん、でも今おっしゃった通りですよね、うん、最初にそういう言葉はもともと僕らほら日本語の中にグローバリゼーションの言葉はなかったから昔、うんうん、だから入ってきた時に、うん、ああそうやってまあだから国際化とグローバリゼーションの違いがよく分かんないみたいな、そういう時があったと思いますね、振り返ると。亀井さんのそのお考えでは、はい、国際化とグローバリズムはどう違うんですか？国際化っていうのは結局、うん、一つ一つの国があって、うん、でそれたちがこう、まあ、自分たちの独自性を持ちながら、うんうん、自治権を持ちながら連携していくっていうのが国際化、うんうん、でグローバリゼーションはもう一つの統一のルールがあって、うんうん、でもうそれも話し合いじゃなくてこう一部の人たちがそこのルールを決めちゃう、うん、でみんながそれに従わないといけないっていうような、うんうん、だそんな感覚です。なるほどね、はい、だから自立性がないんですよ。なるほど、うん、もちろん国際協調はすべきだし、うんうん、日本が単独でやっていけるなんては思ってはないんですけど、うん、でもやっぱり日本の自主性がなくなっちゃったら、うん、それはもう日本じゃないからですね、うん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 、だからその純粋に、ね、その経済的なことだけを考えれば実はグローバリズムが最高なんですよ、うんうん、はい、で水が、ね、あの高きから低きに流れるように自由に物が動けばあのそれぞれ あの、まあ、得意分野でこう特化していくから、うんね、でそうすると経済全体のパイは大きくなっていくっていうのは正しいんですけども、はい、パイは大きくないけれども格差が広がるという問題が残るんですよね、はい、うんうん、なんかでもなんかそうなるともっと歴史ね、うん、遡れば昔 その大東亜戦争前の世界っていうのもなんか一つだったような気もするんですよね、うん、やっぱりもうアングロサクソンの人たちが力を持ってわーっと世界中に植民地を持って、で、まあ、もちろんお互いに牽制をしながらもなんかこう彼らの作ったルールで、まあ、強いものが力でそう虐げていくという、そんな秩序を彼は作ってたように思うんですけど、うんうん、それは違うだろうって言って戦っちゃったのがやっぱり日本かなと、うん、いうふうに僕は思っていてですね、うんうんうん、なんか今回は違うんですよ、もう軍事力とかじゃなくて、うん、情報とか、うん、お金とか、うん、統治の手段が違うんですよね、うん、けどなんか状況はまた似てきたんじゃないかなと、うんうん、いうふうに。だからまあ前回はそれでうまくね向こう側にはめられてですね、はい、で自滅的な戦争やっちゃってですね、はい、滅ぼされちゃってないですか、はい、だからそれはちゃんと学ばないといけないですね。そうそう通りです、うん、おっしゃる通りです、うん、はい、うん、でまあ確かにその自存自衛とあの戦争で唱えて、はい、僕は自存自衛は正しいと思いますね、はい、うん、で今僕ら必要なのは情報の自存自衛ですね、はい、うん、で情報のそのプラットフォームをですねやっぱり日本人は自分で作らないといけないと思うんですよ、はい、うん、理系の皆さん頑張ってくださいよ本当に、うん、ね、うん、あとはだからそこに出資する人たちを、うん、だからもう大企業とかあれだったら、うん、もうクラウドファンディングじゃないですけど、うん、あのね、僕まさに今疫病流行ってんじゃないですか、うん、なんかもうそこで聖武天皇の頃に、うん、みんなでお金出し合って奈良に大仏建てたじゃないですか、うん、だから今それこそ奈良の大仏の代わりに、いやまあいいですよ名前大仏でもいいですけど、大仏SNS とか作って、うん、みんなで疫病大佐を祈りながらお金出して、うん、あの日本人のそういう SNS をですね、はいはいはい、作ると、はい、黄金の SNS 作ったらどうですかね。なるほどね、はい、IT ジャーナリスト の深田萌さんがおっしゃってたんですけども、はいはい、一番のネックはサーバーらしいんですね、うん、あれがものすごいデータになるじゃないですか、はい、動画なんてなったら、はい、それにもう天文学的に金がかかるので、そうです、だから日本のそういう企業家やっても結局お金が継がない、それはビッグマネーなんですよね、うんうん、だからいわゆるそのビッグテックアメリカの GAFA ってやつは、はいはい、その要するにニューヨークの銀行さんとつながってるからお金があるわけで、はいはい、でサーバーが維持できて、うん、そうするとそのニューヨークの銀行さんはもちろんグローバリストの本拠ですから、はい、そのグローバリストの意向に沿うことをやるので、うんうん、だからトランプ大統領の発言は封じるんですよ、うん、彼はナショナリストなんで、はい、そこなんですよネックは、うんうん、
だからでもね、なかなかそれのあれをひっくり返す方法っていうのがパンと出てこないです。いや僕も仕組みはよく理解してますしあれですけど、まあ、向こう日本に昔あったじゃないですか、そう SNS って日本メイドインジャパンの、はい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 、もう全部負けてっちゃったんで、はい、からそういう戦略を持って、まあ、ユーザーが使っていかないといけないですよね。そういう考えを持てるかどうかでしょうね。流行ってるから便利だからっていうんじゃなくて、まあ、そう考えると今僕らが使ってるプラットフォームのほとんどが使えなくなっちゃうっていうのはあるんですけどね。まあちょっと今日は、30年から遡ってということで、はい、はい、まあ現代までさっとこう見てきましたけれども、まあこのテーマでちょっとまた次回もですね、はい、はい、今日時間来ましたので一回聞いていただいて、はい、はい、お話し続けていきたいと思います。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。